山根正幸です。里の服はタイとラオスの農村で手織りと草木染めの生地を縫製して、使ってる素材は綿と麻とシルクの3つの種類で、全部天然素材です。タイで作られた服は日本国内で展示会を主催してくださる方、コーディネーターって呼んでるんですけど、その方が企画してくださる販売会に商品を送って販売しています。最初はですね、在庫管理だったりとか展示会にまつわる、まあ、様々な情報を把握したり管理したりできないだろうかというところからご相談いただきまして、無駄は省きたいんだけれども手間は省きたくないと、手間をかけたいということで、単なる数字のこう管理だけではなく、宇里さんが今まで持ってきたその世界観をそぐなわないような仕掛け作りとして、かなりカスタマイズ性が高いファイルメーカーを使ったら対応できると思いますというような形でご提案をさせていただきました。展示販売会はコーディネーターさんに商品を京都から送ります。そこで販売会を開催してもらって、売り残った商品は京都に返送してもらう。それで売上額を確定して請求書を送って振り込んでもらうという形ですね。展示会の数が 6,7 年で倍ぐらいには増えているですね。作業が倍になったからといって人の数を倍にすることができない状況でもあるので、なんとかそこを簡単な作業で進められるようにしたいというふうに考えていて、全ての商材の、まあ、いわゆる型紙品番管理がまずベースになっており、まあ、店舗を含めた日々の売上管理、また各コーディネーターさんの情報だったり、作成国であるタイ・ラオスから来るインボイスの管理、入料の管理、そういった情報を中心にしております。小さなところについてはその都度やっておりますけれども、大掛かりな仕掛けの変更については四半期に1回ぐらいここで確認させていただいた上で反映させています。使ってみてここをこうしたいだとか思った時に、まあ、すぐそれが反映できるところがファイルメーカーのいいところだと思います。請求書を作る時間も短縮されたと思います。展示会画面からメールのボタンがあるので、そこをクリックするともう作られて送る状態にしてもらってます。展示会の申請をですね、インターネットウェブダイレクトというファイルメーカーならではの機能を使って展示会の申請書類もオンラインで処理できるような仕掛けになっております。だいぶ作業は楽になりました。時間の短縮が、はい、されていると思います。まずいろいろ散らばってた情報をまとめることができて、一つの窓口からいろんな情報にアクセスできるようになったっていうのと、海外に広がっていってる中で一つのシステムを使っていろんな情報を共有できる環境を作っていけたらいいなと思っています。